はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビターを始めていきたいと思います。というわけで、高知四万十市7位、これは何としても勝ったねば。なるほど、マンマーカーの坂本が怪我で欠場してるんですね。誰が出てくるんだろう。まあ楽なチームではないですね。まあ M1 だから当然だけど、しっかり勝ちに行きたい。キアリーニが強いですね。さて、それを今回投入します。試合開始。さて、ダメですが一応上回ってありますね。さあ、キックオフです。外に出さない。これはそうか、スローインです。ここは夏木がキャッチ。おっと、ここは見せられてしまった。さあ、パンチング、ここ気をつけろ。さあ、15分経過。おっと、これはちょっと、ただスローインを手に入れました。サチコに渡りまして、これセンタリング、遠い、緑、ノーフィスルだ。当てて戻ります。くるみは前に出てなかったんですよね。そうか、得点力がそんなになくなるよな、くるみが。なんとも気になりますよね。さあ、サチコ抜けた。おっと、すごいスーパープレイ、サチコ。これはちょっと無理がありました。さあ、ここはやばいぞ。7個マーク。さあ、クリアです。出ましたね、緑。さあ、そこにマドッカがいて、マドッカいいです。いいプレーだったが、相手にボールが分かってしまいました。課題をどんどんいただいてますね。なかなか勝負弱い。危ない。おお、綾香。さあ、まだピンチが続く。うわ、こんなにすごいの、岩波ね。さあ、これでもう終わりでしょう。攻撃的にチェンジしましょう。どうなるんだろう。
おっと変えられてしまった。さあ気をつけろ彩香、クリアしたが朝比奈が渡る。もっとも、さあここから反撃開始になるか。マロッカファールですね。さあ七子が切ります。チャンス、あっとミオに決まった。選手点かけます。窓かが疲れてますね。クラリスにチェンジです。おっとこれはうまい、ミロクルミが決めた。バク転決めました、バク転も決めました。跳ね返ってきたボールを、これ跳ね返ってきたボールをくるみが見事決めました。これはアシストになるんですよね、緑に。さあこちらもまだ守備は交代早いかな。あと30分です。いや変えてもいいかな。ミホに変えます。これで交代枠を使い切りました。おっとこれはコーナーキックにはならず。さあ落ち着いて攻めてますね、みゆき。そしてこれがまなみ、まなみここまで上がっている。おっと惜しくもペナルティーキックにはなりません。7個上横っ飛びに捉えました。プレスキックの上手いやつはいないのか。さあミオが絡んでますが、その裏を突かれた柳に気をつけろ7個。これは夏希が直接キャッチ。もう攻撃陣が慌てて3に上がってますよね。さあこれ緑になった。スタート、キーパーに対処されてしまった。チャンスだったんですが、さあここは7個だ。7個抜けられない。もう1点追加で決めたかったんですけどね。さあ逆に谷原気をつけないと。ここは夏希が自分でキャッチ。ここで試合終了。プレーだったんですが、やっぱり守備が多くて無理やりのシュートになっちゃいました。うわー、ヨナミネこれはすごい。なんとか夏希は退場。さあそしてこれですよ、緑がうまく決めました ね。揉み合ったところ、たんですが、守備跳ね返ります。そしてこれが大きな追加点、窓かに渡ってから緑、そのこぼれ球を跳ね返ってきたところ、あ、うん、待っていたくるみ。ちょっと守備が落ちますね。これがコーナーキックにならず。7個がこの梅の横っ飛び、相手も意地ありますからね。試合終了です。
対0で勝利です。順位は4位のままですね。あと2試合、これはちょっと2位以内は厳しいです。特殊ってさればやっぱりキャピタル東京強いですよね。11点しか失点許してないですからね。一方では最下位のターミラージュや11位の函館ペンタゴンは36点46点、守備力も違いますよね。さあ、2回戦ですね。東島ビクトリー、選手データ見てみましょう。そんなに強くない。というわけでですね、今回高知四万十数に勝つことができました。これで復活反転攻勢を遂げたいですね。今回は、いい試合になりました。さあ次回ジャパンカップ2回戦東島ビクトリー、戸島なのかな、これ N28位、まあ、これは当然勝って、さらに上に駒を進めたいと思います。応援してください。応援といえばですね、チャンネル登録もご協力よろしくお願いします。1000人になりますとですね、収益化できましてモチベーションすごくありますので、していただければ嬉しく思います。動画お持ちでない方も構いません。またブログツイッター、説明欄、記載しております。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。